爪切りですね、伸びすぎるとですね、いろいろ引っかかったり途中で折れちゃったりですね、あと爪がぐっと上に上がることによって骨が変形してしまう場合もございます。なのでできれば、1ヶ月に一遍適切な長さに血を出さない程度に切ってあげることが重要になってきます。そして使う道具ですが、爪切り、一般的なのはね、このギロチンタイプ、中にギュッと入れて全方向からガシッと切るタイプですね。あとは超小型犬だったり猫ちゃんなんかに使うですね、こういうハサミタイプ、周りから全方向から切り落とすタイプになってますね。それと大型犬とか、ちょっとしっかりした爪の子に使うこういうニッパータイプですね、こういうものがあります。そして最後に、切った後にヤスリかけます。はい、ヤスリかけるとちょうだいちょうだいした時とか、足にカリカリした時に痛くないように、ね、角を切った角をヤスリで削ります。はい、では、これは2人で協力してやるやり方ですが、ワンちゃんを1人がお腹、足の膝の上に乗せて、そしてリラックスします。そして足の先をいきなり触ると嫌がる子が多いので、できればもものあたりからまずポンポンとやりながら、なるべくそうゆっくり足の先に向かって足を固定してください。その時に足を伸ばしすぎたり変な角度にならないように、はい、で足の先固定します。爪をよく出して、地面についている斜め45度のラインですね、真っ平らのところから45度のラインぐらいを目安にまず一切りカチャンとします。次のところもチョキン、はい、そして次の時にチョキン、はい、はい、じゃあ続きまして前足ね、前足の方がね嫌がる子がとっても多いので、ここもいきなり足先をつかまずに、肩からそーっとつかんで、はい、骨が変な方向に曲がらないように持ってあげてください。引っ張りすぎ、ね、伸ばしすぎはよくありません。で爪を1本出します。後ろ足同様、斜め45度のところでパチッと切ります。結構ね、スピードが重要で、ポン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 やっていくと嫌がるのがなくなってきますね。そして前足はね、老僧狼爪っていうのが一個あります。この脇をしっかり取らないと、ここは地面に接する機会は一切ないので削れたりすることがありません。なので老僧を忘れずにチェックしてください。はい、はい、で4つ足全部切ったら今度角を落としますね、ヤスリで、はいはい、ベネッセ